トゥーハート2アナザーデイズ121回目、ヨッチではなくチエちゃんね、チエちゃん呼びに変わりまして、何やら好みとくっつけようという面白そうな話の流れになっております。前回の続きから。はあ、その日の俺は毎度おなじみのごとく深いため息をついた。こんなにもあからさまに思い悩んでいるのにクラスメイトたちは俺に声をかけようとしなかった。小牧さんはもちろんもちろんなんだ、はるみちゃんさえ俺を避けて通っているような気がする。これは一体どういうことなのか。つまりまたモテフラグが立ったってことだろ。モテフラグな、唐突な解説ありがとうユージ。しかし好みに告白するように迫られるのもモテフラグなのかな。そっか、告白しろって言われてたんだよね。しかも学校が終わったら作戦会議を開くって言うんだから。しかしそんなこととはつゆ知らないユージはいやらしく笑って俺を問いただした。今度は一体どこの女に告られた。うちの学校の様子が平穏ってことは、うん、うちの学校の生徒じゃないな。告られたわけじゃないけど寺上だから合ってんねまた微妙に当たってる。だからどうしてお前はそういうことだけむやみに鋭いんだ。でも言っておくけど、神に誓って俺からアプローチしたんじゃないんだぞ。当たり前だ、それが振り合うのも何かの縁とか言うが、お前の場合触れただけでフラグが立つから問題なんだよもう何の能力者なんだよこれはで、今度の女は一体どこが気に食わないんだ。だから気に食わないとかそういうんじゃなくて、告白されたんじゃなくて告白しろと迫られたんだ。しかもその相手というのが、俺は好みの姿を思い浮かべた。ダメだ、客観的に見て気に食わない箇所はない。お寝坊さんとかちょっと抜けてるとか欠点はいろいろあるけど、その全部をひっくるめて好みのことは嫌いになれない、むしろだからこそ大事にしてやろうとさえ思える。兄貴として。やっぱりこここそが最大の問題なんだよな。一体この後どんなフラグを立てたら好みのことが妹じゃなくなって好みを抱きしめたくなるんだろうか。やっぱそれは源氏丸が必要だよね。好みルートには必要不可欠、源氏丸。あ、これで放課後か。お、二人同時にいるチャルヨッチ、へえ。でもさ、これ前回ヨッチ、チエちゃんを選んだから、もうチエちゃんルート入ってると思うんだよね。あ、もうこれだけだ。生徒会室に相変わらずマーリアンがいて、裏庭からのエスケープもできるけど、もうそんなことをする必要もない。裏門行きましょう、チャルヨッチ。お、何ここ初めて見た、こんな背景。てなわけでここは学校の裏。俺は校舎の壁に張り付き、慎重に辺りの様子を伺った。付近に人影はなし、センサーも赤くない。どうやら無事に裏山の方へ逃げれそうだ。だけどどうにも見られている気がするのはなぜだろう。まさかね。俺は頭を振って疑念を払う。そんなことに気を取られてぐずぐずしていたら、知恵ちゃんが本当に探しに来ないとも限らないのだ。俺は忍び寄る焦りから逃げ出すように一歩踏み出した、その時である。なんだその幸せな必殺技。うわ、突然背後から柔らかいものを押し付けられ、俺の思考が中断する。この感触は、胸のキャラが判別できるようになるなんて先輩のおっぱい博士。おっぱい博士言われちゃったそんなことしてくんのはお前しかって言おうと思ったけど、はるみちゃんもするか謎のおんぶお化けは俺の背中の上でプププーと含み笑いをする。もう間違いない、この笑いの正体はちえちゃん。チャルもいる。チャルもいるな。そうだな、可愛いな、自分で言うの可愛いな。と山田さん、というかチャルの前でチエちゃん呼びなんかしていいのかな。おんぶお化けを振り払うと、そこにはニパッと笑うご機嫌なチエちゃんと無表情な山田さんがいた。先輩のことだからこそりこそこそ逃げるんじゃないかと思って張ってたんすけど、読み通りだったっすね。めっちゃ読まれてた。俺は監視団の問い詰めにすっかり目が泳ぐ。裏山がオアシスなんだよこの男の。そんなわけね。お、商店街。お、なんだこここれも初めて見る背景。何ここ、もんじゃ焼き。こんな店あったんだ。第1回河野隆明恋愛対策会議パフパフ。ちえちゃんの開会宣言に合わせて、山田さんはどこで用意したのかクラクションを鳴らした。やめろやめろ、店内で恥ずかしい。もんじゃだよね、違うのかなここ。あ、でも左の掛け札にうどんとか書かれてるね。
なんだろう、いろいろあんのかな。さて今日の議題はこれ、いかにして大野先輩と好みをラブラブ恩中な関係にするか。ラブラブ恩中、なんかあれ聞き覚えがあるぞサンゴちゃんにも言われたぞ、ラブラブ恩中って。用意がいいことに千恵ちゃんはドンとフリップをテーブルに立てる。そこには少女漫画っぽい絵柄で俺と好みがハートマークに包まれていた。見てみたい、どんななんだろう、見て、うまいのかな。理想はあくまで高く、最終目標はズバリ、ズバリラブラブそのままやな。ブー、その一言に俺は口に含んだウーロン茶を吹き出しそうになる。俺はおしぼりで口を拭い、ちえちゃんに向かって叫んだ。何言ってんだよ。いや、なんとなく。俺の言葉にちえちゃんは手厳しく切り返した。普通男の人は幼馴染の女の子とラブラブになりたいと思ってるの。そうなのかな。偏見、どうも言わさずあんなことやそんなこと。どうなんだろうね、俺にはちょっと幼馴染の女の子がいないからわかんないけど、みんな思うもんなんですかね。有無を言わさずとか無茶苦茶だな。だいたい好みとあんなこととかそんなことを想像できない。俺の頭の中じゃ好みはそういうことをしない子なのである。どうなんだろうな実際はな。するとちえちゃんはそんな頭ぐるぐるな俺を一言で言い捨てた。意固地なし。あ、言われちゃったよ。ああ好みかわいそう。というか思い人が先輩だったばっかりに一生幸せになれないんだ。チャルがじーっと動かずに見てる。チャル全然喋んない。ちえちゃんの言葉が俺の胸に突き刺さる。確かにこの身には幸せになってほしいし、自分がその力になれればいい、そうは思うけど、俺の目の前のお好み焼きをひっくり返す。あ、だけど生焼けのお好み焼きは崩れてボロボロになってしまう。俺はちえちゃんにつぶやくように言った。好みの相手が俺でいいのかな。先輩、好みのことは大好きだ。だから俺の心にあるつっかえ棒も案外細くて、蹴り飛ばせばポキッと折れるのかもしれない。でも好みのことが好きというだけで好みを抱きしめてしまうのは傲慢な気がした。好みのことは好きだからこそもうちょっといい選択肢はあると思うんだ。でもちえちゃんは俺にはっきり言った。好みのこと幸せにしたくないっすか。それには好きな人と結ばれるのが一番じゃないっすか。それは、ちえちゃんは俺の惨状を見かねたように手慣れた様子で自分のお好み焼きを返し、俺の前に押し出した。そしてちえちゃんはまるでダメ兄貴を諭すように俺に言った。先輩は育児なしで察しが悪くてお好み焼きも食えないボキッチョでもめちゃくちゃ言われてんな。先輩は優しくていい人だと思うっすよ。好みのこときっと幸せにできるっす。その力はあるっす。でもまだその力を試したことがないから自信がないだけなんすよ。だから自分じゃ女の子を幸せにできないなんて悲しいこと言わないでほしいっす。私は先輩のことも幸せにしたいんすから。だから先輩が大好きって言ってくれる人と結ばれるのが一番だって思うっす。なんか結構重要な会話をしている気がするぞ。ここちえちゃんは俺の前に出されたお好み焼きに軽やかにソースや青のりを振りかけるとニコッと俺に微笑んだ。てかチャルがチャルが何にも喋んないんだけど。私たちが先輩にちゃんと三国一の可愛いお嫁さんを作ってあげるっすから。マジっすか。ちえちゃん、ちえちゃんにそう言われてなんとなく頑張ってみようという気がほんの少しだけど湧き上がる。俺を笑顔で励ますちえちゃんの期待に応えたい、そう思えたのだ。分かった、できるか分からないけど悩むだけ悩んでみるよ。その言葉にちえちゃんはとりあえず納得したらしく、うんうんとうなずいた。これでようやく計画スタートだねチャル。あ、やっとチャルに振ったよ。チャルが全然動かないから。ちえちゃんは隣にいる山田さんにサインを求めて彼女の方を向いた。だけど山田さんは話を聞いていないのか、黙々と目の前のもんじゃを剥がしで削っている。ちえちゃんは不審げに山田さんにもう一度声をかけ、今度は肩も揺さぶった。でも山田さんは無反応だ。あからさまな無視、さもなければ無気力、その様子にちえちゃんもカチンときたのだろう。
ちえちゃんは2本のコテでズサさっとブルドーザーみたいに山田さんのもんじゃを根こそぎ奪い取ってしまう。もんじゃ食うな。山田さんは殺風景になった空間を無言で見つめた。表情はあまり変わっていないけど、なんとなく不機嫌そうな雰囲気だけは伝わってくる。そんな山田さんの反応はちえちゃんにとって少し予想外だったのだろう。ちえちゃんは孫をつきつつも諭すように山田さんに訴えた。チャルはこの身と先輩をくっつけたくないの？チャルだってこの身の気持ちわかってるっしょ？ちえちゃんの問いかけに山田さんは静かにうなずいた。知ってる。だったら。もうなんだ。ガク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 。ちえちゃんはガクガクと体を揺らして山田さんの首を縦に傾かせようとする。でも山田さんの首は少しも傾かない。あーやっぱこのやり方は違うと。それどころか山田さんはそんなちえちゃんに突き放すように言った。でもそれはそれ、これはこれ。ということだ。山田さんの言葉にちえちゃんは思わず腰を浮かせた。チャルだけど山田さんはそんなちえちゃんの様子にどうすることなく淡々と自分の考えを明らかにする。この身と先輩が結ばれるのは反対しない。でもお膳立てはしない方がいい。そうだね。どうして？ちえちゃんは山田さんの言葉に詰め寄った。この先輩が自分から好みに告白するように見える？ちえちゃんはそう言って再び俺を小手で刺した。危ないな。山田さんも確かめるように俺を見る。でもすぐに俺から視線を外し一言言った。全然見えない。見えないよね。だけど山田さんの考えは決まっていた。でも何もしない方がいい。チャルやっぱまともだねこの子ね。ちえちゃんは山田さんをじっと見つめた。人の恋路にくちばし突っ込むなってこと？ちえちゃんの問いかけに山田さんは少しためらった後静かに告げた。後で困るのはよっち。後で困るのはよっち。いやこの子全部わかってんな多分チャル。ってことはよっち、そうか。なんかいろいろ納得しちゃったよ。え、山田さんから出た意外な名前にちえちゃんはもちろん俺まで狐につままれたようになる。好みではなくもちろん俺でもなく困るのはちえちゃん。そっか、ちえちゃんがもう先輩を好きになっちゃってるのがチャルはわかるんだ。もう親友だからこそ。なるほどな。だからずっと黙って聞いてたのかな。それってどういうことなんだ。わけわかんない。ちえちゃんは山田さんの言葉に戸惑いを隠せない。のみと先輩が結ばれない方がよっぽど問題。そうでしょ？でもね、山田さんは言うべきことは言ってしまったのか、もう何も言わなかった。ただ熱くなった鉄板だけを見つめてる。そして山田さんは財布から千円札を取り出しテーブルに置くとそのまま座敷を降りてしまった。帰るの？ちえちゃんは慌てて山田さんに追いすがる。そして山田さんを訴えるように見つめていった。協力してくれるっしょ？チャル？ちえちゃんに背を向けていた山田さんはわずかに振り返り小さくだけどはっきりちえちゃんに言った。無理、協力できない。あーやっぱこの子全部わかってるわ。チャル、さすがだわ。チャル。ちえちゃんの引き止める声も聞かず、山田さんはそのまま無言で店を後にした。ちえちゃんは山田さんが消えた扉に向かって叫ぶ。白状だな。いや白状なわけじゃないと思うんだよな。チャルなりにすごく考えた結論だと思うよ。俺は二人の仲違いの現場にあっけに取られ。仲違い、いや俺はむしろなんかチャルの友情を感じたよ。確かに人の恋上他人がどうこうするのはおせっかい。どうにも山田さんがちえちゃんの企みから降りた理由がしっくりこなかった。どうしたんだろう。わかんない。何グズグズしてるんだか。ともかく最大の協力者がいなくなったのは確かなようだった。しかもこれ二人っきりになっちゃったよ、お好み焼き屋で。やっぱりやめよっか。自分は乗り気じゃないからって。大体ちえちゃんは3度俺をコテで刺した。危ないよ、やめろそれ。先輩の問題なんすよ、もっとちゃんと考えてほしいっす。逆ギレられた。
ちえちゃんはガンガンガンとコテで鉄板を叩く。いやほらコテの使い方が怖いこの子。私は先輩のためにこんなにも頑張ってるのに。いや頑張り方がちょっとあさっての方向向きすぎだよちえちゃん。ちえちゃんはそう言って俺に差し出されたはずのお好み焼きを勝手にザクザク切り刻み次から次へと口に放り込んでいく。あのちえちゃんさん、そのまん丸だったお好み焼きはあっという間に半月になりサイコロになり最後にはキャベツくずしか残らなかった。全部壊れちって。もちろん俺の失敗作もソースをかけてお召し上がりである。失敗作ってあの半生みたいなやつでしょ。生で食べちゃダメだよお好み焼き。その上、すみません、豚玉とモダンとキムチもんじゃとチーズコーンもんじゃ追加お願いっす。そんなに食うの？そんなに頼んで大丈夫？するとちえちゃんは俺に向き直りにっこりと笑っていった。大丈夫っすよ、払うのは先輩なんすから。実は大食いキャラだったりする。あ、だからおっぱい大きいの？だからって関係ねえか。そうじゃなくて俺が心配なのはお腹の方で。ちょい待ち、俺が払うの？それ全部？先輩が幸せになる手数料っす。ち、幸福と書いて幸せか。それは単なる幸せの押し寄りキャッチセールス。でもちえちゃんの快進撃は止まらない。何それ、なんだか面白そうっすね。デザートもんじゃ、いやだからそれも一つお願いするっす。この店何でもあるな。だからそれ以上の注文をやめてくれ。あー、そんな感じで、あ、まだか、まだ続く。ちょっとお水飲まして。ごっつんっす。いやー、チャルいいね。よっちルートで行っちゃいけないけど、チャルいいね。チャルかわいいね。ちえちゃんは誰に感謝をしているのか、手を合わせてナムナムと感謝の祈りを捧げた。でもそれは少なくとも俺に対してじゃないだろう。俺はそこにあったはずのお好み焼きの幻をいつまでもひっくり返し続けていた。さて、お腹も膨れたことっすし。ことっすし。不思議な言葉遣いだな。膨れたことっすし。ちえちゃんはなんとも嬉しそうにパンパカパーンと宣言した。先輩がどうやってこの身に告白するか考えるっす。まだそんなこと言ってんのかこの子は。ちょいまし、告白って何？まずこの身との関係を真剣に論議するところから始めるんじゃないの？いや、時間も押してるし途中過程はダイジェストで。いや、切り刻んだらダメでしょ。じゃあ東京大阪間どんなルートを通ってもとりあえず大阪に着いちゃえば OK。わかるけど、なんとなく望み使えばいいんだよ。せめて正規のルートを通る努力をしよう。どうせそこんとこ誰も見てないっすよ。肝心なのは先輩が好みとラブラブになることだけだから。それは身も蓋もないな。で、先輩はどんな人で告白したいっすか？そりゃ河川敷で源氏丸に押されてでしょ。どれでも一緒だよ。もうちえちゃんはずいっと俺に顔を近づけた。この子すぐ近づいてくんだよな。距離感ちょっとバグってるよなこの子な。一回しかない青春、思い出のアルバムに保存されるのはたった一つ。うっかり残念なルートに入ったらどうする気ですか？残念なルートか。修学旅行エンドはもう嫌だな。例えば海辺で抱きしめ告白する。ああ、普通だなお前。なんかここは四方を陸に囲まれた土地なんだけど、しかも今はもう秋。千恵ちゃんは俺の軽いツッコミにうっとなる。慌ててそれを取り下げ次の提案をした。じゃあクリスマスイブ、眺めのいいレストランで君の瞳に乾杯。この子やっぱ少女コミックが好きなのかな。そういう絵柄を描いてたっていうし、なんかベタなこと言うね。すごく、クリスマスはまだまだ先なんだけど、俺のツッコミにちえちゃんは無言でムンズーと俺の首根っこをひっつかんだ。どうして、去年のクリスマスのうちに告白してなかったんすか？だからもともとその気があるのかどうか俺もはっきりしてないんだってば。ぐーぐると俺はちえちゃんに振り回される。去年のクリスマスは俺ドリームクラブやってたよ。でもドリームクラブやってたおかげで俺はトゥーハートやろうっていう気持ちになったからね。まあそれは詳しくは1回目を見てください。迷ってる暇はないっす。こうしてる間にも誰かが好みを狙ってるんすよ。
だから誰かって誰？手っ取り早くやるっす。あれか、矢島か、矢島矢島いたな、あかりに告白しようとする矢島懐かしいな。ちえちゃんはそう言って座敷から降りるとカウンターにあった電話機に向かった。そういえばなんかそういう男のライバルキャラみたいのって出てこないね。シーンで言うならあの小牧の時に図書委員長、いやでもあれも別に恋のライバルって感じでもないもんな。でもまあ矢島もライバルかって言われたらそういうわけでもないきっかけの一つだったよね。でもあのイベント好きだったな。でどうするの？ちえちゃんに半ば強引に公園まで連れてこられた俺はちえちゃんに尋ねた。さっきこの身に電話して呼び出しておいた。本人を。だからもうすぐここに来るっすよ。で告白キスゴールイン。おい子供ができちゃうよちえちゃん指折り数えてその過程を確認した。ちょっとそれが正しい結論か答えが出ていないうちにもうこの身に告白するの？善は急げと言うす。急ぎすぎだよこの子慌てるなんとかはもらいが少ないとも言うよ。どうせなんとかは収入ないからもらえるだけマシっすよ弱肉強食だな。そんな煮え切らない俺にちえちゃんは言った。誰かに好みを取られてもいいすか？矢島かでも選ぶのは好みだし。前に出ないと選ぶ対象ですらないっす。ちえちゃん、ちえちゃんは真面目な顔をしてそう言ったけれどすぐに優しく笑っていった。大丈夫、好みは先輩のこと好きなんだから前にさえ出ればきっと選んでもらえるっす。先輩がすることはただそれだけ。好みの前に立って好きって一言言うだけ、それだけっす。先輩はただ勇気を出して一歩踏み出すだけでいい。外れくじなし、買えば前後賞までついてくる。前後賞？そんな恵まれた関係で一体何が不満なんすか？ファイト。かわいいけどファイト。あ、言っちゃったよ。チェちゃんはそう言って握り拳を作ると俺をぐいっと木陰から追い出した。確かに好みのことは好きだけどそれでいいんだろうか。俺はそれはちょっと違うんじゃないってやっぱり心のどっかで思ってた。告白して失敗する可能性は俺自身にそんなに高くないと感じてる。その後の人生だって積極的かつ意欲的にダメなことをしない限り不幸になったりしない気もする。まさに棚ぼたの当たりくじ。でもここが一番厄介なのだ。俺は本当にこの当たりくじを引っ張り出したいのか、そもそも当たりくじを引くのが俺の望みなのか。俺は後ろに隠れる発起人をちらりと見た。むしろ力んでいるのはちえちゃんの方だろう。それに比べて俺のテンションの低さと言ったらファイトだよな。あ、来ちゃったよ。聞き慣れた声が聞こえる。もちろん好みだ。多分ちえちゃんに急用だと言われたんだろう。好みは息を切らして公園に現れた。どうしたのタカ君？よっちがタカ君が大事な用があるって聞いたんだけど。この私服いいよね、秋用の私服。なんか本当雰囲気違って見える。リボンの色が違うのもいいんだろうな。ちょっと大人っぽく見えるね、好みね。それに話ならタカ君の家でも私の家でもよかったのに、どうして公園なの？好みは不思議そうな顔をして俺を見た。まあまさか告白するつもりで呼び出したんですとは言えません。つうかそれを今さら言う羽目になっているわけなんだけど、チラリともう一度後ろをこっそり伺った。チエちゃんが腕を振り回していけいけって指示を出している。ほんとやれやれだ。今さら用事はなかったとも言えないし。今まよ、言うの？その実は俺は意を決してそれを言おうとした。でもその時だった。誰かいるの？あ、俺もその音に振り返り思わずその名を口にした。チエちゃん？あ、これ大丈夫？好みの前でちえちゃん呼びはまずくない？ちえちゃんバカバカバカ。見れば植え込みから顔を覗かせていたちえちゃんがそう口をパクパクさせるのが丸見えだったバレバレやないかお前。だけどそれとは別にもう一人ちえちゃんの背後に誰かいた。ちえちゃん後ろ。その気配にちえちゃんも気づき慌てて振り返る。あ予想外、普通にチャルが来てるのかと思ったチャルじゃない、これは宇宙の意志がルー。
まさかの登場だな。そのもう一人の挙げた規制にちえちゃんは思わずこけそうになる。しかししえちゃんは倒れなかった。いや、倒れる倒れない以前に、あ、ヨッチ、どうなってんの。悲鳴とともにちえちゃんの体が宙に舞い上がった。いやもう何してんの、ルー、あーちょっと、あ、これ大丈夫？いや大丈夫じゃない。ちょっと何してんのこれ。丸見え、全部見えちゃった。ちえパン、あーこれルーの罠か。懐かしい。そうだよ、あの子公園に罠仕掛けてんだよ。タカボーも一回引っかかったね、ルーコルートの時。いやもうおパンツ丸見えちゃった。ちょっとおい、これ大丈夫か。 YouTube さんに怒られちゃうよ。なるべく映らないようにこの辺にしておくか。いやでもな、せっかくだからな、このまま2時間ぐらい見てましょうか。怒られちゃうよ。ひたすら頭に血のぼっちゃうよ、よっちが。いやでもいい CG ですね。これうまい具合にサムネイルできねえかな。これここだったらおパンツに思えない、見えないかな。ちえちゃん、そんなバカな、ここは日本なんだぞ、ベトナムのジャングルじゃないんだから。見事なまでの逆さ釣り。いやこれそうなんだよ、ルーコの罠な。ちえちゃんの体は右に振り左にブラブラと揺れる。さらに見えてる、丸見えですさ。ちえちゃんは垂れ下がるスカートの裾を押さえるが、スカートの裾は前にも後ろにも右にも左にもあるのだ。なんとか前と後ろは死守したちえちゃんだけど、左右はニュートンの法則に逆らえない。俺はそんなちえちゃんと目が合った。ちえちゃんは見る間に真っ赤になる。先輩のバカ。いやこれはルーが悪いよ。ごめん、だけど安全確認のため見ないわけには。だから見ないでってば。いやこのまま2時間ぐらい見てましょう、壁紙にしましょうここ。いやなるほどな、前回なんかピンクと純白のパンティーがみたいな話があったけど、純白はヨッチの方だったか、この子だったか。じゃあピンクはチャルなんだな。なるほどな、ありがとうございました。何お礼を言っちゃったんだ。ちえちゃんの頭突きをもろに食らう。でもその威勢の良さもそこまでだった。ただでさえ逆さでブラブラ揺れていたのに暴れて、しかも頭突きもしたから途端にちえちゃんの顔色が悪くなる。もう頭に血が。しかもさっきまで食べていたお好み焼きがもんじゃ焼きになっちゃう、このままじゃ。全部出てきちゃうよ、まずい、このままじゃ。というかルーは、このみはここにいて。ルーはどうしたの。このみは大親友のピンチに親友の大ピンチに怯えながらうなずき様子を見守る。俺はロープを辿ってその結び目を発見した。これを外せばって固い。先輩、この間もパンツ丸見えだよね。ちえちゃんの泣きそうな声が聞こえる。ちょっと待ってて、今。俺は結び目を緩めようとするががっちり固まって爪を立てられない。おまけにロープ自体相当丈夫そうだ。くそ、これは素手じゃ外せない、ナイフか何か。でもそんな都合のいいものが今ここにあるはず。ピッタ、頬に冷たい感触が走る。俺は身動きできず目線だけでそれを確認した。それはここにはないはずのもの。大きく曲がったナイフ、グルカナイフ。あー、グルカナイフってあれか、あの曲がったナタのようなナイフ。ルーの獲物を横取りする気か。空気か、そっか、食うんだもんな。背後からそのナイフの持ち主の温度を感じさせない声に俺は驚き飛び乗いた。ルー何持ってんのよ、グルカナイフ持ってんの、怖っ。うわー、おー久しぶり。ルーコー、うわーなんか嬉しい。ルーが出てくるのっていつぶり。サーリャンルートでチラッと出てきた時以来かな。この子も結構レアキャラだからね、なんつっても宇宙人だからな。そこには一人の女の子が立っていた。どこか浮世離れした、つかみどころのない女の子だ。あー、ルーとは初対面になるわけか。おー、うわーでも嬉しいな、なんかちょっとチャルをチャルじゃねえや、ちえちゃんを放置しといて申し訳ないけど。ルー久しぶり、ルー。君は
誰だ。彼女は俺の疑問に両手を空に捧げて答えた。ルーン。ルーン。本物だ。本物のルーだ。久しぶり。サンゴちゃんがよく真似してたけど、やっぱ本物は違うね。ルーン。また会ったな、ウー。おう。これで何度目だ。ルーンにここまで付きまとうとは、ウーで流行っているストーカーとやらだな。あ、でもまた会ったんだ。へえ。ストーカーではないけど、いや初めて会ったような気がするんだけど。しかしウーもなかなか目が高い。このウーはいいウーだ。あ、ヨッチのこと？知恵ウーのこと？謎の少女はちらりとチエちゃんを見た。得体の知らない女の子に見られ、チエちゃんはすっかり怯えてしまっている。だがルーが捕まえたのだから、そう簡単には渡せないぞ。渡せないぞって一体どうするの。俺はそろそろその少女に尋ねた。すると少女は明確な意思を持って一言言った。干物にする。怖い。なるほど、チエちゃんの干物か。はい。アデンとする俺はこの身を脇に置いたまま、謎の女の子はくるくるっとチエちゃんを回した。回れ回れ。シュールなことしてんな。回さないでチエちゃんを。干物にしないで、全部出てきちゃう。すごいことになってるわ。でもパンツだけははっきり見えるわ。ストップストップ。回れ回れ。回れ回れ、面白いな。ルーコは相変わらずだな、本当に。あ、なんとかほどけたのかな。大丈夫。公園の隅でへたり込むチエちゃんの背中をさする。全然だよな。そんなに気分が悪いなら我慢しないで吐いちゃった方がいいよ。乙女の意地でそれは勘弁っす。あんなに食うからっすよ。だけどそのせいでちっとも楽になりそうには見えなかった。ここ。あ、好みのことをすっかり忘れてた。だけど一体この場面をどのように説明すれば。ルーは何だったの。本当に獲物を取りに来ただけだったのか。干物にする。干物にする。高くはヨッチを助けようとして好みを呼んだんだね。はい。でも本当にびっくりだよ、ヨッチがこんなことになってるなんて。ああ、なるほど、そういう勘違いをしてくれた。よかった、ヨッチを助けられて。好みは一人で勝手に納得してしまった。とりあえずそういうことにしておこう。俺が下手に言い訳しようものなら話がこんがらがるだけだ。ねえタカ君。ん？ヨッチを家まで送ってあげた方がいいよ。お、え、ヨッチの家行けんの。行きたい。それこそストーカーになっちゃいそうだけど。大丈夫かな。もう夕方だし、ヨッチは具合悪そうだし。すっかりへたり込み一歩だって歩けそうにないチエちゃんを見た。まあそれもそうか。じゃあチエちゃん。俺はチエちゃんに手を差し出した。するとチエちゃんは青い顔をしながら俺の腕を引っ張って引き寄せた。先輩、この身を一人にしてどうするんすか。せっかく呼び出したのに。いや、もうそれどころじゃないでしょう。宇宙人出てきたんやぞ。この身どうこうじゃないよ。もうあまりにもタイミングが悪い。好みは妙な方向ですでに納得しちゃっているし、変な女の子がいるし、まだいるんだルー。とどめにチエちゃんの具合は最悪だ。これらを無視して話を進めてしまう気はどうしてもなれなかった。チエちゃんもさすがに折れざるを得ないことを悟ったようだ。分かったさ、次こそちゃんと。吐くなよお前。分かってる。チエちゃんはその言葉を聞くのが限界で、またばったり倒れ込んでしまう。おんぶしようか。スケベじゃないよ。いや、今まで散々胸を押し付けてきたのは誰かと。イカ略。イカ略って久しぶりに聞いたな。イカ略懐かしい。じゃあ肩貸すよ。うん、吐くなよ。少し休んだのが良かったのか、チエちゃんの真っ青の顔がほんの少しだけ赤みを取り戻した。結果的にはいいことをしてやった。褒める。うん、確かに結果的には良かったな。これがルーの導きなのか。なるほどな、確かにそうだな。がっつりヨッチルートに進んだもんな。ルーの導き、さすがやな。一体どの辺で褒めれば。その言葉に振り返ってみたけれど、あ、いない、逃げられた。一体何だったんだ。じゃあタカ君、ヨッチ
進出鬼没すぎるよ。さすが宇宙人だわ。よっち、この宮はるかさんに遅くなるかもって言っておいて。この宮うなずき俺たちを見送った。じゃあ行こうか。あー、いやまさかのルーだったな。あ、まだ続く。俺はちえちゃんの家があるという方向へ向かって彼女を連れて歩き始める。ちえちゃんはまだ気分がすぐれないのか、公園からずっと無言のままだった。あるいは俺がグズグズしていたことがお気に召さなかったんだろうか。先輩のバカ、この身が現れてすぐに告ればスパッとみんな終わる。告白した瞬間にお前が逆さづりになるぞ。でルーって聞こえる。すんごいカオスな状況になるぞ。確かにそうかもしれない。だけどほんの少しかもしれないけど、結論を出す機会を先延ばしにできて俺はほっとしていた。でもぶっつけ本番だったしさ、正直迷いを振り切れてなかったし。可愛い女の子目の前にして迷うことなんか一つもないっす。先輩のバカバカバカ。ああ、でもありがとう。え、なんか俺のことで迷惑かけちゃって、ちえちゃんの期待に応えられなかったことがどうしても心苦しかった。ほんとひどい目にあったっす。いや、いいもの見れたっす。なんとかなんとかをパンツを隠してサムネイルにするっす。面目ないです。でもありがとう。ちえちゃんは俺から顔を背け、声を上らずらせながらそうつぶやいた。助けてくれて。おお、これはむしろルーありがとう。結果的にいいことをした。ちえちゃん、この身とうまくいくはずだったのに、私が足引っ張っちゃって。でもやっぱり先輩は女の子を幸せにできるっすよ。優しいっす。次はちゃんと告白するんですよ。あー、これはね、今相当ちょっとちえちゃんの乙女心が複雑な状態になっているような気がしないでもない。おっと、あ、ついに一人だけしかいなくなった。しかも今日も裏門で待ち伏せている。でもまあちょっと時間も時間、ここで一回区切りましょうか。いやー、ルーは面白いな。本当にあの子は本当ブレないな。ブレようがないってところもあるのかもしれないけど、回れ回れとか好きだったな。結果的にいいことをしてくれたよ。ルーのおかげだよ。ルーの導きだよ。これはルーの導きのおかげで、順調にちえちゃんルート進めているのかな。いや、どうなのかな、ちえちゃん。だいぶね、今複雑な状況にちょっとなってきていると思うんだよな。で、絶対チャルがね、気づいてると思うんだよね。どうなるのか、今回ここまでです。ご視聴ありがとうございましたっす。